御用は済みましたか？怒っておるな。何を根拠に？話さぬからだ。あの聡明が兄上について知ったような口を聞くからです。一人で戦ったと聞いたな。それは噂。実際は兄の指示で三人の僧兵が戦いました。足止めか。尊い犠牲です。僧兵は死にましたが、その身を挺したことで兄が族を切り寺を守れたのです。様、あれを。寒い。何があった？一人で猛虎の後をつけて本尊を返すよう頼んだのですが。どちらへ行った？森の外に行きました。山の方へ。次は平和な世に生まれますように。この僧も寺のために命を懸けたのですね。お主もだろう。よし。本尊があるはず。
本尊を探せ。重いものが引きずられたようだ。水辺の方へ。あそこ。大昔に空から落ちてきた星を掘ったものだそうです。麗しい。島に二つとない宝だ。寺に返してやろう。兄が成敗して名を上げた賊もご本尊が狙いでした。これまでに幾度も盗まれそうになったはずだ。また新たな犠牲が出るのでしょうね。盗まれた方がいいか。いえ、しかし宝が多いからこそ欲や妬みを呼ぶのです。岸寺には叔父上と来たことがある。幼いながらも本尊の美しさに驚いたな。幼い頃、私も家族と岸寺を詣でに来ました。その時僧になろうと決めたのですが、今は何を守ればいいのか。この対馬を守れ。そうですね。孔明様は無事でしょうか。杉寺の住職だな。なぜこの地に。豊玉で民を束ねていましたが、猛虎に襲われ敗走を。大きな戦であったゆえ足跡をつかめるといいが。集落がこの近くにあります。行ってみよう。すでに行った。猛虎に攻め入られておったが追い返したぞ。ならば住職はそこに。孔明様は以前も姿を消したことがありました。僧たちの間で大きないさかいが起きた時のこと。発端は何だ。恥ずかしながら詳しく覚えておりません。孔明様が戻らぬため総出で探しに出ました。見つかったのか。隠れておいででした。いさかいを止めようとしたのでしょう。事態は良くなったのか。いさかいに意味はなかったと一度気づかされました。そうおっしゃればいいものを。耳を貸さぬ者には行動で示せ。孔明様の教えです。孔明様はお一人で口寺を束ねております。もし何かあれば皆が逃げ出してしまう。よし、百姓の家に行くぞ。煙、村からです。
大変です。住職は？あの家に隠れておられましたが、猛虎が火をつけて。安則はあまり飢えてないよな。なんで？あいつは人手なしのクズ野郎だからだよ。飯を逃げようとして切られたのか。孔明様ではない。中を見よう。生きたまま役なんて。則を。あまり責めるな。俺だって家族を生かしておくためなら悪事に手を染めるさ。肩を持つんじゃない。まさか住職。どうして全て燃やしてしまう。違います、孔明様ではありません。他を探せ。水桶、殻だ、藁の寝床、湿り気も。逃げおせられたのでしょうか。藁を濡らして身にまとい、裏口から逃げたな。生きておいでかも。この方角へ行ったようだ。きっと生きていらっしゃる。足跡が深く広くなっておる。走ったんだ。誰が相手だ。滝のあたりを調べていました。血があり、飛び降りたな。木の裏に洞穴があるぞ。
そんな、まさか。助けられなかった。住職がいなければ僧は逃げ、寺は落ちます。我らの負けだ。それは何だ。これは法華経、ご自分の血を使って書かれたようです。さながら自世の句か。法華経には誰もが仏になれるとあります。豊かな者も貧しき者も。それが今はの言葉。残された皆を思ったのですね。寺の僧に見せよう。住職の意志が伝わればとどまるはずだ。孔明様が血でお書きになった法華経です。住職の声が聞こえませんか。猛虎に立ち向かえ、そして諦めずに踏みとどまれと。我々が住職のご意志を継ごう。櫛寺は落とさせない。炎上様がお守りくださった寺が、その弟と酒井様に再び救われるとは。手を結び猛虎を倒すぞ。酒井様、乗りを。そうを説き伏せたのか。納得したものの恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クローノ、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大藩に立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。川辺に僧が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。僧の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに僧が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。
猛虎が来る。川から離れろ。猛虎が来る。川から離れろ。ご無事でよかった。ノリオ、どうした？なぜ寺を離れた？寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。
の大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする。杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか。無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。そんな、兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。
減はせんぞ。寒くなりますよ。腕試しといくぞ。助けて。
待たせてしまったな。助かった。ありがとうございます。道中気をつけよ。これをお受け取りください。一番手は誰だ？ふぬけばかりか。
天吞。誰が相手だ。Stop!
うちの道具を見ていってください。今は湯を楽しもう。考えてもせんなきことばかりだ。何用で参った？浪人ではない。酒井仁と申す。侍？ならば御前に会われよ。産木谷の佐藤佐だ。さあ、こちらへ。御前にご挨拶。さあ、ご覧ください。このお方が産木御前です。産木だ。猛虎に知られておらぬようですな。ありがたいことにね。ここでは争いなんて幾とせもご無沙汰。太刀を抜けばうちの者が黙っちゃいないよ。その掟を守りゃわけもなく切られることはないけどね。さて、それじゃあご用を伺おうじゃないか。仲立ちの五郎を探しておる。なるほどね。今頃下で酒をしこたま飲んでるはずだよ。仲良くしてやりな。礼を言う。また会いたいもんだね。あんたとは助け合えそうだ。
しお前がなんて名前だっけ。ケンジ、何をしておる。